どうもこんにちは、いつも新機体で成し遂げたいオンドレアスです。バトーペは毎週1機体どころか2機体出る時もあるんだが、このハイペース未だに保ってるのすごくない？お。何やらイベントでレアリテさんの機体ガシャが引けるようですね。新機体の前にこれをまずは引きましょう。知ってた。さあ気を取り直して今週の新機体は、なかなかのハンサム顔、惚れ惚れするねー。ちょっとホモっぽいセリフですね。今週の新機体はスレイブレイスとイフリートシュナイド、星2の機体ですが、確率アップはしているのでまあ割と簡単に当たるかなといったところ。しかしながら実況者という手前スレイブレイスも引かなくては飽きまへん。オッセンゲルのレベル3ゲット、めっちゃくちゃ硬そうですね。40連目でシュナイドのレベル1もゲット、300コストか350コストかで大きく周りの機体が変わるので、レベル1シュナイドは嬉しみ。やっと出たか。80連、レアリティ2のくせになかなか手強かったぜ。武装ジェイク。あれ、フリー演習でワンコウ基地。そう、今回のアプデから演習のステージや制限時間、カカシ機体のコストを選択できるようになりました。これで今までのようにすぐ溶けるザクのお尻に攻撃しなくてよくなりますね。シュナイドは兵装をショットガンもしくはジャイアントバズに換装可能。その他の武装はヒートランサー、バルカン、スモークディスチャージャーに、指がと、ほぼほぼイフリートと同じ武装ですね。特徴的なのが好みの丈ほどはあろうかというヒートランサー。めっちゃ長いリーチの割に結構素早いモーション、一種なって感じしますね。下格闘は2段攻撃。そしてこのヒートランサー、N 格闘だろうが横格闘だろうがダウン付与する恐ろしい武器。あれ、ダウン付与する代わりに連撃できない機体が同コストにいたような。確か名前はジムストー罠にするやめろ。コンボ、ショットガンもシッパバズから下で入ると、下の1段目でダウン始まるので追撃がシビア。N から入ったとしても、下2段目は間に合わない臭いのでやはり微妙な感じがする。ということで楽チンかつダメージ安定するコンボはこちらショットガン N 横下、ショットガン N 下ショットガンもいけるので余裕がある時はやってみてどうぞ。それでは実戦の方行ってみましょう。モビルスーツ隊、順次発進。はい、アプデで修正されたのか、味方がよろしくというたびにピコピコ音が鳴るようになりましたね。強襲機の私が中継とれよって話なんですが、スモークを使った開幕切り込みしたいんで、ちょっと今回は許してくれメンス。スモークは射出即ステルスではないので早めのスモーク散布。個人的にはイフリートも持ってるこの時間制限ステルス。ワンコウの最初の当たり合いで最も力発揮すると思います。こんだけお膳立てしての全てを台無しにするクソエイム。だがまだだ、この機体はマニューバーアーマーに加え格闘攻撃中に被弾リアクションを軽減する。攻撃姿勢制御スキルを保有。ここだ、恐ろしいファンと火力に打ち狂えろ。すべてを巻き込むバーニングヒートランス。しかし逆に言うと味方も巻き込みやすいということなので、ほんと注意しましょうねー。強襲でありながらショットガンを持ったね。暗記強襲能力はかなり高め。緊急回避がないのは分かっている相手の時は、落ち着いてフルごっこにしましょう。恐ろしき格闘範囲にジムストと違い連撃のできるダウン付与。マシンガンしか装備できないジムストに比べショットガンとバズという環境武装を選ぶことができ、ダッチ中しかよろけ軽減しないジムスト君に比べ格闘中もよろけ軽減。さらにさらにジムストの装甲は1万に対しシュナイド君は装甲1万3000である。唯一ジムストが勝るものは盾、ぐらいでしょうか。切り捨て祭りじゃわっしょいわっしょい。今回のアプデでマゼラアタックが中継地点から離れたところに湧くようになったみたいですね。それでも邪魔そうですが、以前の場所に比べればはるかにマシ。マゼラアタック邪魔すぎと動画でぼやき続けた回がありました。今回のアプデは盛りだくさんでして、最低限のことしか学べなかったチュートリアルが強化され訓練所に、訓練所ではカウンターを学べたり、タイムアタック的なことや、何やら中級試験をクリアすればみんな大好きジムトレーナーがもらえるそうな、ここミスりましたね。下角は踏み込みすぎるのでダウンした相手にはなかなか難しい。
ダウン供養を生かし、とにかく戦場にダウンをばらまきましょう。味方にではないよ。通常の N 下では緊急回避されやすいですが、シャッガン N でダウン確定なのは結構脅威な気がしますね。敵チームにイフリートシュナイドが多いですね。新機体実装日あるあるって感じだ。危ない。撃たせてからのシャッガン N 下参ります。シュナイドにシュナイドが刺さる刺さる。緊急回避がないので結構な距離でもいいから、とにかくよろけさせるのが大事ですね。逆に言うと中距離でもよろけさせられれば、あとは地獄。この距離シャッガンでいけるか。シャッガンが優秀すぎる。しかしこれはカウンターされる距離。ここは落ち着いてバルカンで蓄積よろけ取りに行きましょう。いや、うつ不思議4連撃。ルフ VD といい、シンモーションがイケてる機体は格闘決めた時のやったった感も倍増。ミリ残り、バーアルカン圧勝しておりますね。理由は明白ですが、シュナイド多すぎのせいやろな。さて、今回のアプデで最もゲームに影響しそうなのがこちら。グループでの参戦が可能に、フレンドと3人までのグループを組んでの参戦が可能になりました。グループ参戦ってよー。カスタムマッチ。ってのはわかる。すげえよくわかる。フレンドと参戦するのは楽しいからな。だが、レイティングにも参戦できるってのはどういうことだ。レイティングにグループ参戦って引っ殺しかっつうのよ。舐めやがって。このシステム超イラつくぜー。スモークステルスを利用した鮮やかな支援機ギアッチョ点中。遅い遅い。この距離まで詰められた時点で終わってんだよー。ちょいタリス、ナイス援護射撃。まあ別にソロでもこの先のレイトもいけると思うので私はいいんですが、今 A 目指してるソロの人や、ソロで勝率や戦績を高めることにやりがい感じてた人なんかは、モチベ下がっちゃうんじゃないかと心配ですね。ちなみにグループ参戦は平均レートで対面と合わせるらしいですが、それ初期のガンダムオンラインや、そのシステムうまくいかないにあって、あ、それとバトーペでは公式オフラインイベントも開催されるみたいですね。それどっかで見たことあるな。ガンダムオンラインや、ガンダムオンライン化していくバトーペに乞うご期待ください。先ほどの特攻、ショットガンがよろけ取ってくれるかと思いきや取ってくれませんでしたね。ショットガン君唯一の弱点は安定性のなさ。何者かが詰めてきてますね。出会い頭の勝負、ナイス。あとは任せろ。オーバーキーバーニングランダー。大爆飛行で誘爆も安心。ここは真正面じゃなく横から突っついていきましょう。モロタデー、しっかりと脚伏せのショットガンからのコンボ。なんか撃たれてますが、今日よろけ武装でもない限りは胃の連撃は止まらへんでー。カウンターさせない角度で格闘からの連撃によるよろけ無効。相手の射撃が来ることが分かっているなら相手の連撃もありありのありや思いますねー。ま、結局やられるんですけどね。大事なことを忘れておりました。今回のアプデで機体調整も入りました。これでジムストくんも勝つる。ジムストはどこかなー。作戦残り時間1分です。強化されてないんだけど。はロタ、何が恐ろしいって350環境機の1回でも強化もらってるのにジムストがいないことですね。運営はジムストに何か恨みでもあるんでしょうか。まあ僕にはこのパーフェクトフルアーマージムストシュナイドがあるんですけどね。緊急回避がないねー。悲しいねー。いただきやすい。およ、今下格途中でキャンセルできましたね。これはフェイントに使えそう。アーマーは1万、3000とはいえ強襲機で緊急回避なし、うかつな突っ込みはあっさり駆逐されちゃいますな。モロター、味方にもダウンをプレゼント。すまぬすまぬ。N 横下おすすめと言いましたが、味方が周りにいる時の横は大変危険ですね。防衛線張られてますね。ここは空中からこじ開ける。イフリートシュナイドならば、しかし全然攻めてくる気配がない。一機だけ突っ込んできた。囲め囲め。フライングシュナイドアターック。間に合わず。あと1秒あれば超絶かっこいい終わり方だったのに。300コストという強襲機がジムライトアーマー以外不在の仲間へ降りたシュナイド。300コスト強襲機においては環境機体なんじゃないでしょうか。でもグフ VD と同じく FF には気をつけようね。それでは今回はこの辺でー。